皆さんこんにちは、セキュリティデザイン推進部の柴田です。今回はメールが入り口となるセキュリティ脅威についてご紹介させていただきます。早速ですが、皆さん日本語が怪しかったり身に覚えのない宛先からのメールを受け取った経験はありませんでしょうか？私は個人利用の PC ではそういったメールを受け取った経験があります。現在も多くの企業におかれましてはメールを入り口としたサイバー攻撃は減っておりません。実際に IPA が毎年発表している情報セキュリティ重大脅威の最新版では、ランサムウェア、ビジネスメール詐欺、不注意による情報漏洩などメールが起点となるケースが多いインシデント、脅威がラインナップしております。メール起点の脅威への対策としては、アンチスパム機能、アンチウイルス機能、PPAP 対策、誤送信対策など様々ございます。これらのようなメールに特化したセキュリティ対策を実施できていない場合、メールを介したサイバー攻撃によりマルウェアへの感染、情報資産の漏洩につながってしまう懸念がございますので、弊社としてはメールセキュリティ対策の実施を推奨いたします。こちらのサイトではセキュアなメール環境に向けたセキュリティソリューションをご案内しています。ぜひこちらもご覧ください。